どうも、くまです。いやー、ついに始まりました。決戦補正の、何補正のってんの星の子戦場やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今回は水有利ということで、いまいち育ってないかもしれないなーという感じがしますが、頑張っていきましょう。ちなみにこれで確か毎日ね、デイリーでなんか、もらえなかったね。これは本戦に行ったらもらえるのかな？うん。頑張ろう、マジで。ってことで、まずはこのね、ニューをすべて今日は片付けていきたいと思います。ちょっと待って。古戦場ってさ、あれいらないよね。ドロップ率アップとかさ、いらない。よっしゃ、行くかー。頑張るか。とりあえず最初は、まずはソロバトルからですね。よっしゃ。まあ結構今回は、まあ水私結構ね、本当に頑張って育てたんで、結構いけんじゃないかな。前回イベントの動画ね、見てくれた人ならわかると思うんですけど、水はね、本当ね、古戦場に向けて結構育てた。まあもちろんまだまだ甘い部分もたくさんあるんですが、まあ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 、今の限界がここでしょうということでやっていきましょう。とりあえず救援は出さずに、今回はソロオンリーで、まあまずはね、行ってみようかなと思います。まあ基本はね、救援出さなくても枯れるとこはね、ガンガン買ってった方がいいと思うので。あとは、あれですね。やっぱ箱を開けていきたい。うん。箱を開けていきたいってなるとさ、どうなん？どうなんって。と思ってるけどさ、目玉回った方がいいのかが、ちょっとわかんないね。てか40箱掘るのはまあ現実的に私は無理なんで。どれぐらいいければいいのかな。でも結構古戦場の箱って深かったよね。そんなことなかった。この辺から強いのかな。まあ、まだ弱いか。この辺 AT2 ワンパンだもんね、確か。さあ、これで飛ばせたら5アビポチで飛ばせる感じか。あ、飛ばせるね。ああ、余裕だね。あ、リロードしちゃったついついリロードしてしまった。まあちょっとこっち行きますか。いや、本当は EX プラスとか回ってきたいんだけどね。さすがに EX プラスをさ、楽に回れるほど全然強くはないんで、そこまでの強さはまだないんだよな。この辺からもうきついね、もしかして。ベリハから？マジ？それは嫌だな。あー、結構勝て。ベリハでワンパンって感じだね。 EX じゃもうワンパンできなさそうっすね。これ EX は無理だな、ワンパン。マジか、その程度か。一応ワンパンできるかもしれないから、ワンパンできるような感じで攻めては見るけど、さすがに無理かな。お、恐怖入ったの珍しい。無理そうだね。さすがにワンパンは無理か。なるほどな。もう強い人だとさ、 EX プラスでワンパンだからね。ちょっとそうなるにはまだまだ時間が必要だね。50% ぐらいしか削れないもんな。まあヨダジーとか持ってたら AT 中はワンパンいけるかもしれない。この感じだと。まあただヨダジー持ってないからね。
さあ、じゃあ最後 EX プラス回ってみましょう。エウロペ。まあさすがに EX プラスはそう簡単にはいかないので、まあじっくり回りましょうか。いきなりなんかぶっ飛ばさないで、じっくり倒してくる。いやー、頑張りたいかな今回の古戦場はと個人的には思ってるんですが、どれぐらいのプレイ時間が果たして割けるのか、そこがやっぱ問題っすよね。古戦場といえばプレイ時間との勝負。結構あれだね、威力高いね、敵の火力が高い。全然、まあ全然威力足りないよな、こう見ると。まだまだまだ本当にまだまだだな。やっぱあれだね、バルナ編成じゃないとちょっと今のところ夢がないね。まあまだまだ私マグナ編成で強くなる要素としては4凸とかさ、スキルレベル上げとか、まあまあまあスキルレベル上げ、まあ4凸してスキルレベル上げとか残ってるんだけど、やっぱバルナの方がお手軽に強くなれそうな感覚はあるよね。まあでも EX プラスそんなに時間かからず回れそうなんで、 AT 中であれば特にもうちょっとサクサク回れるかなと思いますね。頑張ろう。今回は頑張れるところまで個人的には頑張っていこうかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。